はい、ちょっとロックリンプレミアムを使って、まあ1ヶ月ぐらい経ちますけど、そんな別にしょっちゅう使ってるわけではないんですけれども、効果的にはあんま実感はわかんないですね。もともと僕肌綺麗なんで、よくわかんないですね。で、まあ、あと使い方もよくわからないですね。ちょっと、説明書とか読んでるんですけれども、なんか使い方がたくさんあって、ちょっと全然よくわかんないですね。ウォーターピーリングモードというのと、クレンジング洗顔モード。クレンジング洗顔モードはクレンジングで洗顔するモードなんでしょうけど、保湿美顔モードで、保湿美顔モードするとどういう効果があるのかちょっとよくわかんないですね。保湿美顔モードとパッティングモードってあるんですけど、違いがよくわかんないですね、なんか。で、リフティングモード、顔をリフティングするんでしょうけど、その結果どうなのかよくわかんないです。だから、これなんかいろいろ書いてあるんですけど、こういう、ここに、これをするとこういう効果ができますよっていうのはあった方が、やるモチベーションになるかもしれないですね。ちょっとなんか、なんとかモードだけ書いて、こうするって書いてあっても、それ系はどうなるのか、ちょっとわかんないですね。まあね、まあ、これつけて洗顔したこともあるんですけど、これ、クレンジング洗顔モード、2回、電源ボタンを長押しして、2回電源ボタンを押して、こういう感じで、こういう感じでしょうか。その使い方もよくわからないですね。まあ、やってるんですけど、これが合ってるのか合ってないかちょっと分かんないですね。この説明文見るだけだとちょっと。分からない中に、効果が、どういう効果が起きるのかちょっと分かんない中やるのはちょっとこう、モチベーションが続かないですよね。ウォーターピーリングして、ね、汚れとか取るってことなんでしょうけど、はい、いまいち使ってて、まあ、効果があるかちょっとどうか分かんないですね。効果があるか分かんないっていうのと、それが続くか、モチベーション的に続くかどうかっていうのはちょっとこう、そうですね。はい。だからちょっとね、いろいろありすぎて、何やっていいか分かんなくなっちゃう。モードがありすぎて、1、2、3、4、5。そうですね。これ、長押しして、電源ボタン1回、クレンジングモード。
これつけながら。効果がね、いまいちよくわかりません。はい、何かの参考になりますか。以上、ということです。お前、愛してます。